はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。渡辺です。三崎です。はい、今日も始まりました。三崎の部屋です。三崎の部屋です。よろしくお願いします。はい。はい。ということで、どうぞ、今日は。一枚写真いいですか？はい。なんで撮ったの？ちょっと見てください。漏れてません？お！ちょっとかっこよくなってますね。今日は、どこまで、この加工アプリに寄せられるか、ちょっと限界まで私も頑張ってみようかなって思ってます。自分で撮って、はい、どこまでそのアプリに勝てるか、近づけれるか、はい、っていうことをやっていこうってことですか？普通のノン加工で頑張ってみます。なるほどなるほど、わ、はい、かりました。じゃあそれをね、じゃあ対決ってわけやな、はい、テクノロジーと美咲のテクニックで対決ってことやな。はい、はいはい、わかりました。皆さんちょっと楽しみにしま、はい、楽しみにしていきます。はい、はい、うん、じゃあちょっと普段使ってるアプリ、ユーライっていうアプリを使うんですけど、メイクを足したりとかちょっとやっていきたいと思います。設定が。設定が、はい。うん、まずなんか美顔とか、なんか顔の形も変えられるんですけど、うん、小顔にちょっと私おもながとか、この顎先がちょっと気になるので、短くしてみたりとか、あとエラが気になるので、ちょっとこれで削ったり。削れてんの？ちょっとやりすぎると、もう加工しすぎみたいな。細くなりすぎちょっとバレちゃうバレちゃうので、まあちょっと程よいぐらいの、ね、程よい感じで、うんうん、あとメイクうん、メイクは結構チークとリップ足してあげるだけでも全然盛れるので、ないと今こんな感じなんですけど、うん、これちょっと足してみます。これでおおおおおおおこれだけでももう全然変わります。あとチーク、リップですね、うん、リップはもうちょっと片面だけあるんですけど、リップはね、うわほんまやもうこれで完璧です。で1枚、はい、ちょっとベストショットお願いします。こんな感じで、ちょっと見えないと思って、後で写真でポンって出せるよね。こんな感じで、じゃあこれに、はい、もう普通のカメラで撮ったやつを近づけるってことやな。やっていきます。美咲のテクニックがここから炸裂します。頑張ります。はい、ということで美咲さん、はい、じゃあまたね、始めていきましょう。はい、美咲ズテクニックでやっていきます。はい、さっきのじゃアプリで撮ったやつっていうのは、はい、どんな感じや、何を足してたよ、メイクでは。メイクでは、うん、さっきも言ったんですけど、チークとリップさえ発色がしっかり、うん、血色が良くなってれば、うん、漏れます。なるほどなるほど。まず、はい、ビフォアもあった方がいいよね。普通に撮ったらこうみたいな。ああ、はい。普通に撮ったら、まあ、こんな感じでね。で、これだったらちょっと血色が、ちょっと血色が悪いのと、うん、まあちょっと立体感がないので、うん、それをちょっと足していきたいと思います。はい、はい、じゃあまずは何にしましょうか。まずチークを。チーク、はい。あれって、はい、そのアプリでは何のチークを載せる？まあ赤系。赤系、はい、で今回もちょっと赤系なんです。血色と、ちょっと私 あのメイクの感じで、ちょっとオレンジを、オレンジをね、はいはい、ちょっとエクステ変えたんで。あ、オレンジに変えたんでね、はい、はいはいはい、全体にのせるんですけど、うん、このここの頬骨があるところにのせていきます、うん、はいはい、ちょっとハートになるような感じで、うん、こういう感じですね。笑った時のあのハートになった、笑った時ハートになった。ハートにはならない。なんないか。ちょっと立体感が出ますね。立体感ですよね。写真だと結構色が飛ぶので、もう思ってる以上に乗せなあかんってこと。しっかり乗せます。で、さっきのユーライクはもうめちゃくちゃ乗せとるって感じだよな。そうですね。あれくらいしっかり乗せてあげた方がやっぱり可愛くなりますよね。はい。そうですよね。これも結構乗った。もう結構乗りますね。で、そこで。うん。やったら、ちょっとこう動かさないなじませないとね。普段の写真とのあれが結構強くなっちゃうので、はい、で、その後にちょっとリップを足して、
リップは何系？あれはちょっと明るいリップですね。明るいですね。今回も明るいリップ。明るいリップ。ちょっと暗めの住んでる？ちょっと暗めですね。茶色系の明るいリップを出します。写真だと発色が明るくなっちゃうので、結構ちょっとくすんだ色とか、あとちょっと濃い赤とかっていうの方が写真映えはします、ね。はい。ありがとうございます。で、リップをのせるときは、一回のせます。一回のせる。一回のせたら、ティッシュで軽くオフします。はい。で、もう一回のせます。その心は？これは、より発色が綺麗になります。あと、マスクも映らない。で、もう一回。で、さらにもう一回。3回のせます。そうすると、普通に1回塗りの時よりも濃さが出るので、これだけで多分ビフォーアフターすると結構変わる。全然違う。はい。もう多分チーク、ハートマップに乗せ、はい、リップを3回乗せ、はい、これだけでも変わります。あともう一個、彫りが欲しいんですよね。彫りね。はい。鼻のここに彫りが欲しいので、ノーズシャドウを入れるんですけど、アイブロウ。パウダーでガッツリ、はい、目の横あたりから縦に線をちょっと大げさにやります。写真なので。そうですね、はい、勝たないとあかんからね。そうです。で、線を描いたら、これを三角形になるように、三角形を横に、横にって感じだね。ですね。ここに線を入れることで鼻筋が通るので、馴染んだら今度はハイライトを真ん中に出していきます。よりこうテカッと、テカッというか鼻筋を高く光をね、ちょっと見せるってことだよね。結構ここもがっつり、こんな感じでちょっと鼻が高く見えるんじゃないでしょうか。はい。これで早速写真を撮ってみたいと思います。はい、はい、こんな感じで完成しました。これからちょっと普通のカメラで撮っていきたいと思います。加工アプリだと小顔効果とか顔の形も変えられるんですけど、普通のカメラだとそれが無理なので、より小顔に見せる角度をちょっと研究してきたのでやっていきたいと思います。できるかわかんない。まず、顔だけを撮るときは顔のちょっと斜め45度くらいの、カメラは正面なんですけど、カメラの角度をちょっと変えます。自分の方に、ほう、倒すってことですね。はい、はい、そうすると顔の長さを少し短く見せられるので、ちょっと手前に倒してきて、まっすぐだとカメラが正面すぎると顔のこの頬が大きく見えちゃうので、ちょっと顔をどちらかに、今日の漏れてる方でちょっとずらしてみます。で、あ、こっちが漏れるなっていう時はこっちに傾けて、笑う時は前歯が全部歯をこうニッて出すんじゃなくて、口角だけ上げて、笑った時にニッくらいですね。ニッてやったらちょっと目がおかしくなっちゃうね。口元だけで笑う。で、そうすると口角が自然に上がって、目はなんか二重の人は結構パッて開けてても二重幅が綺麗に見えるんですけど、二重の形があんまりこうはっきりしてない人はちょっと下の方にカメラを下げてあげると二重幅が綺麗に見えるので、下げた状態でここの角度で撮ります。もう一度、はい、こんな感じでちょっと比べてみて、なんとか近づけたんじゃないかなと思います。いや、でも結構ええ感じよね。本当ですか、よかった。なんかもうちょっと なんていうのか、暗いというか、はい、感じの印象に見えるかなと思ったけど、なんかこうふわっと明るく見えるし、はい、ちゃんと角度的にもこうシュッと見えてるとかね、あるよね、はい、それ多分皆さん聞きたいと思うから、なんか最後ちょっとポイント的なものを言ってもらえたら。ポイントは、カメラを自分側に少しこう傾けるっていうのと、まあ、光があるところ、自然光があるところだったらそこ
ところでいいんですけど、ないところだと光が当たるところを探す。顔に光が当たるところだな、はいはい、そうすると肌が綺麗に見えて、うんうん、もう光を探しつつで、カメラの角度は、うん、縦の時も漏れる、縦の時に漏れる時もあれば横の時も漏れる時もあるし、あと人に撮ってもらう時はカメラを逆さにしてもらって下からちょっと煽ってもらうと足が長く見えるので、ぜひこれもちょっとやってみてください。煽るっていうんだね、これね。はい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 、なるほどなるほど。そうすると、うん、スタイルよく見えるので、うん、ぜひやってみてください。 OK。 あとはだからもうメイクで多分ある程度変わるから、はい、やっぱなんかそのメイクテクニックとかも、ね、はい、多分あると思うので、はい、もし皆さんね、あの漏れるメイクが気になる方は美咲のメイクレッスン、はい、ぜひご受講ください。コメントもお待ちしております。はい、ということでね、はい、メイクをやって写真加工アプリに勝てるかっていう今日企画でね、はい、ちょっとやらせてもらったんですけど、まあいい感じにできたと思うんでね。実践だと思います。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。